下野真一郎は、鹿児島県日置市出身の陸上競技選手。専門は、総幅飛びで、自己ベストは、日本歴代7位の8メートル11。2013年と2017年のアジア選手権、日本代表、旧電工所属。鹿児島商業高校時代には、インターハイ、国民体育大会、日本ユース選手権に出場を果たし、 2007年の日本ユース選手権では7メートル0 6で5位に入っている。高校時代の自己ベストは3年時の2008年にマークした7平方メートル3。福岡大学に進学すると1年時の2009年に自己ベストを7メートル7 6まで更新し、日本選手権にも初出場を果たした。2年時の2010年には九州インカレ初優勝。 三年時の2011年には九州インカレ2連覇と西日本インカレ初優勝を果たしたが一年時の自己ベストを更新することはできなかった。最終学年の2012年5月の九州インカレは自己ベストを3年ぶりに更新する7メートル80で3連覇を飾ると7月14日の福岡大競技会では日本歴代10位。 九州学生新記録の 8m08 をマークし、8m ジャンパーの仲間入りを果たした。9月の日本インカレは1位と 4cm 差の2位に終わり、大学4年間で学生日本一に輝くことはできなかったが、10月の国民体育大会で初の全国タイトルを獲得した。2013年、旧電工に入社。6月の日本選手権では1トル差で、 優勝を逃すも初の表彰台に上り、初めて日の丸を背負った7月のアジア選手権では5位に入った。2015年8月2日の福岡大競技会で日本歴代7位の8メートル11をマークし、自己ベストを3年ぶりに更新した。2016年のシーズン終了後、支持する福岡大学の片峰隆監督の助言をきっかけに10年以上続けていた。ソリから、 ダブルシザースにホームを変更した。2017年、4月の小田記念は、追い風参考記録ながら8メートルを超える8メートル05で、初優勝を飾ると、5月のゴールデングランプリ、川崎では公認記録で、自身3度目の8メートルジャンプとなる8メートル00をマークして3位に入った。6月の日本選手権は4年ぶりに表彰台に上り、 二大会ぶり二度目の出場となった7月のアジア選手権は6位に入った。ありがとうございます。